皆さんこんにちは。たけちゃん先生こと武田幸男です。ではこれから忍者についてもう少し詳しくお話をさせていただきたいと思います。特に加賀地方、金沢の近辺にいた忍者についてのお話になります。皆さんは忍者には伊賀の忍者、甲賀の忍者という2つの大きな集団があったと言ったようなことはご存じだろうと思います。では金沢あるいは加賀百万石の忍者はどんな忍者だったのということになります。今考えられていることは、実は加賀百万石を作っていった初代の前田利家という方、この人は織田信長に仕えて、そしてこの加賀地方の方に来た人です。で、彼は加賀地方の戦いになった時に、実は富山県の近くにある富山湾に面したところに石道山という山があるんですね。そこに大変大きな山伏の集団がいたんです。で、ここと戦うことになります。で、徹底的に彼はそこの山伏の集団を、修験道の人たちをやっつけるということにするんですけども、実はこの戦いで活躍したのが伊賀忍者の人たちです。後々その戦いに勝った後、前田利家はその棟梁になる人、四ツ井四名という方なんですけど、百石取りの人として任用しています。さあ、もう一つ、富山湾の近くにいたということを言いましたけども、彼らは完全に敗れたかというと、いくつかの人たちは残ってます。で、その人たちは大変薬についての知識が良かったんですね。それで後々前田家は彼らを薬売りといったような形で全国に、私の考えでは忍者的に情報収集の集団として薬売りとして派遣していくと。今でも富山県は大変素晴らしい製薬業の拠点になってますけども、それはその時の山伏たちの活躍、それがずっと今も引き継いでいるということになります。もう一つ、富山県と新潟あるいは長野県の境のところに立山というのがあります。この立山もやはり前田家と戦ったところです。関ヶ原の戦いの後、彼らは敵方だったんですけども、前田家は彼らを徹底的にやっつけません。なぜかというと、彼らは立山の人たちの宗教の活躍をうまく利用しようと思います。そこで立山宗教といったようなものをきちんと作り上げて、その宗教を東京、江戸に普及活動に行くといったようなことです。それは立山信仰ということになってますけども、そこで彼らは冬は雪で立山はいっぱいになってしまいますから仕事がありません。その時彼らは布教活動で江戸あるいはその他の地区に行く、夏になるとまた戻ってくるといったようなことをやっていたということです。したがって加賀藩にはその薬売りの前田利家がやっつけた山伏たち、それが後で薬売りとして活躍してくださったと。また関ヶ原の時の立山に立てこもっていた足が強い人たち、この人たちは宗教家として情報収集に当たってたということになります。その後、金沢には伊賀の忍者ではなくて甲賀忍者も入ってきます。徳川幕府は伊賀甲賀を使ってますけども、前田家においても伊賀甲賀の忍者の人たちが入ってきているといったようなこと、これを次またお話をさせていただきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。